こんにちは、こんばんは、ジム亀です。ということでですね、今回なんですけども、ちょっとやっぱりそのみんなモバイルゲームもう飽きてきたでしょ。そんなね、人たちにちょっとね、今日はもう飽きさせないようなね、アタッチメント、このカスタムを用意してきました。まあそれがこのフェニックのそのカスタムとなるんですけども、まあね、普通にね、ランクマッチ行くだけだったら面白くないんで、これですね、改変 DNA ドローっていうのが来てるんで、まあちょっと今回これを回していこうか。早速行きましょうか。1連目。まあなんかグレネードとかそのロケットランチャーとかあるんですけど、まあナイフっすか。まあナイフなんか使わない。でもこれかっこいいな。これなんかマトリックスに出てきそう。2連目。まあバイクとかかな、これは。はい、グレネードっすね。てか、なんすか今回の。今回のあれは DNA か。そして、ん、なんや、なんか長いぞ。あ、ロケットランチャーか。なるほどね。はい、4連目。お、来たぞ、これなんすかこれ。はい、銃を、M16 を、捨てる。そして、パチン、21歳、拳で、それ危ない。まぁ、ちょっとね、実は俺、起きてさ、もう5分ぐらいなんですよね。起きて5分ぐらいのテンションなんで、なかなかですね、このテンションガンガン上げていくのはきついんじゃないかなと思ってます。そして M4 っすね。ちょっと M4 さ、なんか最近誰も実況者紹介してないから、まぁ、ちょっとたまには紹介してあげるか、俺が。さて、6年目かな。6年目っすね。で、そうそう、スキンが、いや、違うの、これ。なんすかこれ。さて、7連目、バイク。いいっすね、これ。おー、なんかさ、今回のこのクロプティス、クリプティス、なんかかっこよくない？クロプティスって何やねんみたいな感じの話なんですけども。俺なんかこうヒット、ドラゴンボールのヒットしてます。なんかあいつ似てないか、そう。で、多分武器は出ないと。そうですね。なんか無重力ショットじゃ意味がわかんない。うん。モチーフは DNA じゃなかったのか。うん。なんか急に宇宙になってるし、モチーフ。まあ、とりあえず、ベノムコイルゲットしていきました。オッケー、ちょっとアイアンサイトが結構気になるところなんですけども。まあ、でも俺はミシックでいいと思うよ。まあ、ミシック持ってる人は俺は別に引かなくてもいいんじゃないかなと思ってます。でですね、皆さん。俺が今日最初に言ってた、とあるね、このフェネックの特殊アタッチメントですよ。それがこいつですね。もうわかるでしょ。はい。超遠距離型カスタムでございます。まあ、ちょ、待って、まだ違うんですよ。これね、遠距離型って言っても、この反動、俺がいつも言うてるでしょ。そう、レーザーガン、レーザービームの完成です。ちょっと見ていこうか。待って、これ、えぐいから、ね、いくよ。いくよ。反動がね、ほら、わかるこれ。まあ、リコール制御してるっていうのはあるんですけども、あそこの的初段から全然当てれねえよ。これはえぐない。あそこも、あそこも普通に抜けるっていうのは全然抜けてないけど。まあ、フェネックってね、そのデフォルトで近距離がめちゃめちゃ強いんで、それに加えてね、こんな遠距離性能は相当強いんじゃないかなと思ってます。今回ね、これちょっと使っていくんですけども、ね、俺ってさ、いろんなカスタム使ってきたんですけども、多分これね、過去一ね、楽しみかもしれないね。一応ね、最強カスタムを紹介しておくんですけども、こんな感じですね。俺がそのまあ、いきなりフェネック使えって言われたら、多分このカスタムをね、使うんじゃないかなと思ってます。ブチブチにするぞ。これもしかしてさ、みんなエイペックス行ったちげえよな。なんか全くマッチングせえんけど、おかしくねえかこれ。ちょ、運営さん、かそってんぞこれ。もうちょっとさ、増やそうぜ、人口を。まあ、おそらくね、これ MXI が弱体化されたら人口も増えるんじゃないかなと思ってます。これ、まさかまさかの最後まで行ってマッチングしない説ということで、ほい、ほい、ほい、は？やっとマッチングしたぜということですね。なんか、ハイライズ多くね。ハイライズなんかみんな嫌いなんじゃないのということでやっていきましょうか。いや、もうドミネーションか、これ。マジでドミニの系やな。超大きい5年の方がマシかもしれん。俺からしたらもう精神的苦痛がすごいですよ。やっていきましょうか。ということですね。楽しもうぜ。とりあえずやっぱり MX、あ、多分このマップさ、MX でもそんな息できないと思うんですよね。うん。ヤッホーを息してるみたいな感じなんですけども、行きましょうか。いいっすね、これ。もうそのパターンしてかさ、マッチング制度見直そうぜ、皆さん。この前まではそのマスターもね、レジェンド隊に入れたんですけど、今入れないからさ、やっぱ多分それでね、このマッチングがクソになってるんですよ。激遅マッチングになってるんですよ。いや、多分こっから出てこないから、もういつも立ち回り行きましょうか。もう上取ろう。いや、久しぶりのこのハイライズやったっけ、マップ名忘れたんですけども。いや、こっから来ないかな。あれこっち行くの、一旦勝っていうのが超遠距離型ですから、ヘッドショットに当たれば結構ええ感じだとは思うんですけども、こっから多分ね、敵が、来ると思うんで、ドロドロと。いや、これなんか、普通にこれ下から来てそうなんですが、あれ軽いかな。で、ワン買って、おーマイガー、ピンピンやって、おピンピン来たでしょ今の。で、これまだ来てるから、で、これ下から来てないか。おーマイガー、まだ来てるんですよこれ。もうダブルオーマイガー来た。これ来た後ろいるんですけども、それ任せてくれない。いやー、ナイスナイス、いいっすね、気持ちいいな、あったかいっすね。あ、なんすか、フェネックか、フェネック使ってっけ。え、なんか消えた。え、なんかた、え、なんか俺 COD が楽しくなってきてる。え、これがやっぱ望んでたな、ね、やっぱり、ね、全 COD 民が望んでた COD モバイルだと思うんですよ。いや、なんかおい、俺の楽しい COD も、お前ほんまさ、こいつさ、
こいつが全てをぶち壊した。こいつこのムードを、ムードをぶち壊したわ。いや、いるあれ。ちょ待って、あいつどこ行った。ちょ、あいつを下見ようぜ。まあ勝つこともそうなんですけど、とりあえずあいつ下見よう。こうなんか下からいるな。いや、なんか下にいるよ。下にいるんで一旦勝っての。でこれは、いや任せろ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 に状態。いや無理か、こっち。いや一旦これ引こうか。一旦引いての。ちょっとね、これ下行くと本当に怖いですよ。やっぱり来るなマジで。ほらもう一緒に飛ばしちゃうの、このショックらしい、このワンちゃんと共に。でこれは勝っての。なんかやっぱその遠距離が高すのミスよね。まあ言うてね、でも皆さんはね、このミシック迷彩とこの迷彩どっちがミスですか。個人的にはミシック迷彩の方がね、やっぱりそのシュッとしててね、いいんじゃないかなと思ってます。でこのショック RC 君はどこに行くんでしょうか。まあ一応そのビートル出るんで、もう好き勝手ねちょっと遊びましょうか。でこれなんか下にいるんで、いけるよ。一旦これヘッドショット買っていく。いいっすね、ヘッドショットやっぱ合ってたらね、もう気持ちいいっすね。勝っての分けてかい。で穴に入れたらして、勝って、いやーな、下からかい。さてさて、もう今日アドバンス UAV 出てるんで、まあ、それも貯めていきたいところなんですけども、こういうこと言うとね、フラグってまあ出ないんですよ。大体出ないんですよ。そうやって。フラグ一級建築士言われてるからな、俺は。頭一個しかれないかん。いやーでもね、なんていうかな、もう MXI さんいなくなったら、もうこのゲームはマジあの、なんていうの、モバイル対象を取るわ、絶対に。ね、いるね。横に動くのバカやろ。横に動くな、バケロ、バゴン、はぁ、あ、危ないけ。いった、勝ってんの。なんか、降りてきたね、今。空から女の子したね。で、これ、まだいるかな。いやー、これ、入ってきたんですけど、ポイントに。なかなかやっぱりね、怖いんすよ。やっぱ、ソーダスが少ないから。一旦ヘッド、勝ってんの。これ、上にいない、大丈夫。いや、なんか、いったら、一旦それも勝っていってんの。でも、ちょっと、今から取っても遅いんで、これ、多分、降りてくんね。いやー、それさすが無理か。いやー、無理か。ちょっとごめん。これはちょっと俺、大先輩してるわ。てかさ、風の噂で聞いたんすけど、どうやら ACM 店のレジェンド迷彩ってさ、あのなんかその中国版サーバーだったら無料配布されてるらしいですね。これちょっと行かないとダメでしょ、COD 回る身。俺びっくりしちゃう。なんかその、なんていうの、まあ、某実況者の動画を見てその、まあ、知ったわけなんですけど、なんかやっぱ日本もさ、てかさ、皆さんさ、レジェンド迷彩その配布されるとしたら何が欲しいですか。まあ、個人的には、まあ、でも何かな、俺は普通に AK のホリデーの、あれがね、やっぱ皆さんにお勧めできるんですけども、これ下から来てないかな。やっぱりそのゴリでいいっすよね。 S1 の時の一番最初に配布された迷彩なんで、まあ持ってる人も結構ね少ないんじゃないかなと思ってます。いや一旦これ引いていこうか。いいっすね。はあ、だからさ、体引いてある。まあマジでよ。いやそんなこと言ったらやっぱびっくりしちゃうよな。こっち、まあ滅びのマジ。俺にフェネック対決勝てると思うな。男の対決で勝てると思うな。男の男ってなんや、ちょっと意味深いやつ。あれちょっと待って、敵どここれ。あれ C から湧いてるはずなんですけども。いや、これ A から湧いていねえ。いやー、これ待って。C 振りやぞ、これ。C 振りっすわ。なんで、上取ってねえの。いや、でも今回はね、このフェネックの一気に戦ったの強さを見せてたらね、全然いいんですが、それも勝っての。で、なんか下に女、下にその足音がしたんで、それ俺に任すげ。一旦これはショックから C 出して捕まえていこうか。さて、上がってくるとは思うんですが、来ないかな。そこワン買って穴にやれた出して買ってジャンプして、いやこれ下からいいや、大丈夫、これ入っていこうか。ここで入ってハーン買って、いや買ってのオッケー、それも買ってのアドバンスウェーブ貯めていくよ。いやこれ結構いいんじゃないですか。ここビン BM 来てる今日は。いやここにいるよな、あれ見える、ちょっと待って、いるよな。オッケー、それ任せろ、まだいいね。ストロム買って、ローナー使って、一旦 UAV ショッカルチー、このダブルハッピーバーガー出してのいいっすね、これ。ハッピーセットっすよ、この世界ランカーの。まあ、世界ランカーじゃないですけども。一旦これ上上がっていくか。多分ここ行ったらバレないですよ。バレたらもう知らん。いや、それかねえか。待って。飛車降りてもいいかもしれんな。いや、かねえ、それ。マジで。うわー、無理か、それ。オーマイガー出せんかった。これなんか下におんねん。それ買っての、これ下にいないから大丈夫。ちょ、まあ、上がっていこうか。多分、こっから行けば、ちょっと待って、これもう弾ないからさ。あーはは、それ買って。さてさてさて、テンションマックスで行きましょうか。もうね、ま、若かりし頃にはね、亀マックス村言われたから。どういうことやみたいな感じの話なんですけども。いや、もう今日のトークショー、亀さん疲れてるよ。もうなんせね、もう今の本当に、なんていうの、レジェンド隊、早く修正してほしい。もう武器環境もそうだけども。修正してほしいとか多すぎるよ。まあ、こんなね、まあ、ぐちぐちって言ったらやっぱ仕方ないんで、もう、なんやこの金玉が。さてさてさて、言うて負けそうなんですが、ちょ、一旦ここから登ればね、まあ、そこ枯れるんで、あ、なんかいったよね。い
やー、これ終わったくさいぞ。ちょ待って、みんなごめん、マジでこれ俺のせいで負けるかもしれん。これはいや俺で来へん、大丈夫、ちょ待って、いやーごめん、ちょ待って、これなんか適当にやったら負けそうになってるわ。ちょ待って、ごめん、いやマジでこれはごめん、俺がもっと入ったらね、やっぱなんていうの、もうもっとなんかな、ソーリー私が悪かったです、ということで、これ終わったね、完璧終わったね。あのお前大先輩の、お前がもっと、いやでも待って、今日5回も入ってるって、いやーもうお前が全てを台無しにしとんねん、俺のこの COD ライフを。これ MXI が別にこうやって別にね、なんていうの、まあ使うのはいいんですよ、ただね、なんていうの、運営に怒ってる俺は、このあのこれを作り出して運営に怒ってるんですよね。いやまあでもちょっと試合には負けてしまったんですけども、この超遠距離型の強さをね見せれたんで結構いいんじゃないかなと思ってます。多分動画内にも言ったと思うんですけども、俺はまあミシックの方が見やすいと思うね。ということで今回は遠距離型カスタムだったんですけども、どうだったでしょうか。これからもですね、こういったの動画バンバン出していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。